号です。この柿澤選手、先ほど行われました120センチは同じくオーライとコンビを組みまして3位を獲得された選手です。ここまで減点ゼロできております。選手走行タイムは75秒17、2つの障害を残念ながら落としてしまいました。減点が1点です。